おっさんがアストロニアで検証していきます。今回は交易プラットフォームの連続使用回路を構築していきます。大型資源キャニスターいっぱいに資源を集めたい人向けの内容になっています。最初はスクラックとアルミニウムの交易。スクラップをラテライトと交換すると同時にアルミニウムに精錬します。必要なアイテムは交易プラットフォーム、超大型プラットフォーム C、中型ストレージを2つ、ポータブル溶鉱炉を8つ、スクラップの入った大型資源キャニスター、空の資源キャニスター、アルミニウム、ボタンリピーター、遅延リピーターです。交易プラットフォームの制御パネルを開き、ラテライトを選択します。ポータブル溶鉱炉は、あらかじめオンにしておきます。空の大型資源キャニスターに、アルミニウムを収納してスクラップを排出します。ボタンリピーターからターゲットピンを伸ばし、地面にセグメントを作成したら、交易プラットフォームにターゲットピンを貼ります。セグメントピンから分岐させたターゲットピンを遅延リピーターに貼ります。遅延リピーターのサイクルを1に合わせ、ターゲットピンをボタンリピーターに貼ります。ボタンリピーターを作動させると、信号が交易プラットフォームと遅延リピーターに送られ、交易を開始します。遅延リピーターは、1サイクル後にボタンリピーターに信号を送り、信号のループが始まります。交易から帰還すると、ラテライトがポータブル溶鉱炉に移動するのと入れ替わりに、中型ストレージのスクラップが交易プラットフォームに移動します。ボタンリピーターからの信号により、再び交易プラットフォームが作動します。精錬が終わったアルミニウムは、順次大型資源キャニスターに収容されていきます。交易プラットフォームは、交易中は信号に反応しないので、何度信号を送られても問題ありません。次は、スクラックとアンモニウムの交易。必要なアイテムは、交易プラットフォーム、大型プラットフォーム B、中型ストレージ2つ、自動アーム2つ、スクラップの入った資源キャニスター、空の資源キャニスター、ボタンリピーター、遅延リピーターです。自動アームは、それぞれに対応した資源をセットして、専用化しておくと、不要な事故を防げます。交易プラットフォームの制御パネルを開き、アンモニウムを選択したら、スクラップを排出します。ボタンリピーターからターゲットピンを伸ばし、地面にセグメントを作成したら、交易プラットフォームにターゲットピンを貼ります。セグメントピンから分岐させたターゲットピンを遅延リピーターに貼ります。遅延リピーターのサイクルを1に合わせ、ターゲットピンをボタンリピーターに貼ります。ボタンリピーターを作動させると、信号が交易プラットフォームと遅延リピーターに送られ、交易を開始します。遅延リピーターは、1サイクル後にボタンリピーターに信号を送り、信号のループが始まります。交易プラットフォームが帰還すると、アンモニウムが右の中型ストレージに移動するのと入れ替わりに、左の中型ストレージのスクラップが、交易プラットフォームに移動します。ボタンリピーターからの信号により、再び交易プラットフォームが作動します。左の自動アームがスクラップの準備をして、右の自動アームがアンモニウムを収納していきます。次は、アストロニウムとヒドラジンの交易。必要なアイテムは、交易プラットフォーム、大型プラットフォーム B、中型ストレージ2つ、自動アーム2つ、アストロニウムの入った資源キャニスター、からの土砂&液体キャニスター、ボタンリピーター、遅延リピーターです。自動アームは、それぞれに対応した資源をセットして、専用化しておくと、不要な事故を防げます。必要なアイテムは、アンモニウム交易とほぼ同じですが、配置に変化を持たせています。どちらの配置でも、問題なく機能します。交易プラットフォームの制御パネルを開き、ヒドラジンを選択したら、アストロニウムを排出します。ボタンリピーターからターゲットピンを伸ばし、地面にセグメントを作成したら、交易プラットフォームにターゲットピンを貼ります。セグメントピンから分岐させたターゲットピンを
遅延リピーターに貼ります。遅延リピーターのサイクルを1に合わせ、ターゲットピンをボタンリピーターに貼ります。ボタンリピーターを作動させると、信号が攻撃プラットフォームと遅延リピーターに送られ、攻撃を開始します。遅延リピーターは、1サイクル後にボタンリピーターに信号を送り、信号のループが始まります。攻撃プラットフォームが帰還すると、ヒドラジンが奥の中型ストレージに移動するのと入れ替わりに、手前の中型ストレージのアストロニウムが攻撃プラットフォームに移動します。ボタンリピーターからの信号により、再び攻撃プラットフォームが作動します。手前の自動アームがアストロニウムの準備をして、奥の自動アームがヒドラジンを収納していきます。最後に、アストロニウムのスクラック攻撃を紹介します。固体燃料ジャンプジェットは、スクラックの素材として優秀です。攻撃とシュレッダーを経由して、アストロニウム1個、スクラック3個に交換できます。必要なアイテムは、攻撃プラットフォーム、アストロニウムの入った資源キャニスター、超大型拡張プラットフォーム、自動アーム2つ、固体燃料ジャンプジェット、超大型シュレッダー、超大型プラットフォーム C からの資源キャニスター、ボタンリピーター、遅延リピーター、カウントリピーター2つです。ボタンリピーターと遅延リピーターで作った信号をカウントリピーター2つに送り、すべてのカウントが溜まると攻撃プラットフォームが作動します。今回の回路はプレイ環境の影響が強く、全く同じ動作を保証するものではありません。Steam のデスクトップとノートパソコン、PlayStation 4、Switch の4つの環境で検証しましたが、それぞれで違う結果となりましたので、目安としてのページとなります。左の自動アームにはアストロニウム、右の自動アームには固体燃料ジャンプジェットをセットして専用化します。攻撃プラットフォームの制御パネルを開き、固体燃料ジャンプジェットを選択したら、アストロニウムを排出します。2つのカウントリピーターをカウント A とカウント B として4つのリピーターを四項に並べます。ボタンリピーターからターゲットピンを伸ばし、地面にセグメントを作成したら、遅延リピーターにターゲットピンを貼ります。セグメントピンから分岐させたターゲットピンをカウント A に貼ります。カウント A からターゲットピンを伸ばし、カウント B に貼ります。カウント B からターゲットピンを伸ばし、攻撃プラットフォームに貼ります。遅延リピーターとカウントリピーターの設定は、タイミング表を用意しましたので、そちらを参照して設定していきます。今回はサイクルを768にするので、遅延リピーターの設定を24、リピート A の設定を8、リピート B の設定を4にします。カウントが溜まったので、攻撃プラットフォームが作動します。攻撃プラットフォームが帰還すると、右の自動アームが固体燃料ジャンプジェットを超大型シュレッダーへ投入します。同時に、左の自動アームが空いたスロットにアストロニウムを補充します。超大型シュレッダーは小型サイズを同時に4つまで処理できます。自動アームは投入された固体燃料ジャンプジェットがスクラックに変換されるまで待機しています。変換が終わり次第、残りの固体燃料ジャンプジェットを投入していきます。すべての固体燃料ジャンプジェットが投入され、溜まった信号を受け、再度攻撃プラットフォームが始動します。この信号のタイミングが環境によって早かったり遅かったりするので、状況によってサイクルを調整する必要があります。個人の経験としては、スイッチは少し早め、プレイステーション4は少し遅めな結果でした。攻撃プラットフォームが帰還する前に、すべての固体燃料ジャンプジェットはスクラップへの転換が終わっているので、止まることなく攻撃を繰り返します。いかがでしたでしょうか。ゲームの進行とあまり関係ない内容ですが、参考になれば幸いです。それでは皆さん、良い冒険を。